カキンゲームズ。ハロー YouTube。ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。はい、ヒカクラパート52。今回はですね、今そこに白い人いますね。村人と取引したいと思います。今まで一度もしたことありません。あのね、取引画面は見たことあるんですけど、基本なんかこうエメラルドとね、取引できる画面なんですけど、あれをね、繰り返していくと、村人によってはね、エンチャント済みのダイヤのツルハシとかね、ダイヤの剣とかくれる村人もいるみたいですね。あとはエンダーアイとか。そう。ただね、そこまでの道のり結構大変みたいです。で、まずはですね、ちょっと放送外で色々と、作業をしたのでお見せします。まず後ろに見えてるチェスト増やしましたよ。で、絵もね、飾りました。ちょっとこれ2階なんですけど、ここは。ね、こっちほら、骸骨のいい絵が出たんですよ。で、やっとね、外のチェストの中身も全部これ家の中に入れました。はい、こんな感じ。食料とかもね、結構増えてきたんですよ。これ卵入っちゃってるけどね。そう、食料も増えてきたし。いやー、これいいよねー。で、これがいっぱいになっちゃったらね、こっちの壁使ったりとか、またここに、真ん中に壁作って、その両サイドとかにもね、チェスト並べようかなと思ってます。もう2階はひたすら今後、倉庫にしたいと思います。さあ、それでは村人と取引してみましょうかね。じゃあ、まずこの白い人としよっか。狼と仲良しのね。いっぱいちょうど2階にいるしね、ここにもいるし。さあ、おっちゃん。お、これ師匠ですね。紙と交換できる。じゃあ紙ね、めっちゃ作ってるんですよ、僕。これ、紙ボックス。これ分類がまだね、ちょっとめちゃくちゃなんですけどね。とりあえずこれ紙が入ってます。そう。砂糖きびのボックスも作っちゃったりしてて、やっぱりこう、紙のチェストの方がいいですよね。まあそれはさておき、さあ、交換してみようじゃないですか。いきますよ、せーの。ういっ。おー、いくよ、いくよ。お、あーって、せーの。ポチッ。おー、え、これ何個もらえんのこれ。え、ちょっと待って、ちょっと待って、え？あ、次があんだ、これ。ピッ。おー、え？はぁ？ 39 個？これ、いきなりもうぶち当たっちゃってんじゃん、壁に。そうすると、エンちゃんの本。エンちゃんの本。エンちゃんとの本。宝釣り3だって。釣り竿2ってことかな？これ39個は無理だよ、おっちゃん。おっちゃん、詐欺師じゃないの、おっちゃん。あーとか言ってる、怒ってる。なんだこれ？お、あれ？ふわふわって出てる。なにこれ？詐欺師のオーラじゃないよね。あ！本8冊で、エメラルド。え、ハードル上がってない？あ、てことは逆にハードル低い状態でここまだいけるってこと？紙。お、あ、いけんじゃん。いける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 。何回もやってるとこれなくなっちゃうってこと？え、いいじゃんいいじゃん。紙いっぱいあるから。なんか僕が逆になんか騙してるみたいですね。紙あげるからさ、エメラルドちょうだいよ、おっちゃん、つって。うん、いいぞ、つって。あー、いけない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 。え、これこっちにも詰められるのかな？あれ？あ、こっちだけでいいんだ。へぇ。これって、ほら。え、めっちゃ集まるじゃん、これ。余裕じゃん。あ、終わった、やっぱり。やっぱし終わった。でも村人増やせば、この最初のね、初回の紙でゲットできるエメラルドだけガーッともらえば、他の村人とまた楽して交換できるね。お、なんだ、こんなとこまであんじゃん。やっぱりあれだね、村人の職業によってもらうものとか、欲しがるものが違うんですね、これね。とりあえずこの師匠はもう、無理だね。おお、でもこんなにいっぱい手に入るんだ。はい。次この人。うわ、やった！またこれ振り出しからじゃん。やったぜー。ほ。はぁ。喜んだ声だ、これ。はぁ。ほら。さあ、全部使っちゃえ、使っちゃえ。これ。まあ、39個はきついかもしんないけど、結構な数集まるよ、これ。ほら。え、結構すごくないこれ。もう、これだけでエメラルドが。おお。これあれだね。本当に欲しいものを決めて、どの村人にどれだけ集中していくかって大事ですね。多分僕が欲しいのは、道具鍛冶で、ダイヤのツルハシが欲しいんですよ。エンチャント済みの。お！すげえ光ってる。喜ぶんだ、これ。喜んでるんでいいのかな？あ、まだこれ交換できるか。まだ交換できる。うわー、てか、もう紙ない！あんなにあったのに。まあでも紙そんなに使わないし、すぐ手に入るから、使えるだけ使っちゃおっか。やっべえ、これ。あ、使えなくなった、もう。おっちゃんありがとね。で、ここにもいるんだよ。あー、待って待って、おっちゃんおっちゃんトレードしようぜ。トレードしようぜ、いい。はぁ、じゃないよ。はぁ、そう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 、いい人だよ。俺っちはいい人だよ、おっちゃん。すげえ、18個。
うおやったやった、ちょうどいいんじゃないこれで。よし、こんくらいにしとっか。21個、すげえ、ありがとうおっちゃん、センキュー。喜んでる喜んでる、ピカ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 。さて、武器鍛冶でも探すか。武器鍛冶、僕は、あ、武器鍛冶じゃないか、道具鍛冶。この人怪しい、道具鍛冶いた。石炭か、ちょっと待って、あ、右も行ける。お、すげえ、効率強化ついたシャベル。これも多分やってかないと次のステップに行けないってやつですよね。多分ステップがあるんで。石炭がないんだよな、むしろ石炭欲しいくらいだったんだよね。あ、あんじゃん、ここに。また取ってくればいいからね。とりあえずこっから回収して、行こうか。下のかまどにも石炭入ってないかな。いやー、参ったね。あ、入ってねえや。おっちゃん、よし、ちょうどいいとこに来た。行くぜ、エメラルド。あ、次のステップってこれをもらわなきゃいけないのかな。もらってみるか、22個あるし。行くぜ。ああ、あんまり欲しくないけど、鉄のシャベル、はい。え、次のステップはこれも全部終わらなきゃいけないってこと、まさか。まあでもエメラルドもらえるからやっとくか。いやー、石炭が足りねえや。全然次のステップいけない、これきついわ。これもう一個もらえばいけるかな。ほら、いらねえよ。これもったいないことしてる。うわー、全然ダメじゃんエメラルドを返してくれこれ次のステップってどうやっていくの。これ超いらないんだけど、こんなにいっぱいシャベル。他にエメラルドくれるおっちゃんを探すしかないか。あれ、あ、この人武器鍛冶だ。やっぱあれだね、鍛冶屋さんは石炭がいるんだな。あ、牧師さんはゾンビの肉結構あるよ。あ、釣り人もいいじゃん。糸とゾンビの肉、これいっぱいあるんですよ、ほら。イエーイ、この辺一気にもうガンガン持ってこう。ちょっと残しときゃいいでしょ、どうせまた倒すしね。さーてと、行くぜ。牧師さん、牧師さんはイエーイ。これもでも結構39ってすごい数のゾンビ倒さないとゲットできないよね。エメラルドって貴重だな。なんか洞窟でもあんまないっすもんね、エメラルドって。まあ、ただね、せっかく村人、今までも もはやハーハー言ってるだけの存在だったから、こうやってね、取引しないともういる意味がないからね。よし、増えてきたぞ。まさかゾンビの肉でね、こんなんできるなんて。あれ、あ、30、そっかそっか。なんかアメリカンな声出てるわ。んで、次が、金！うわ、なんだよ、このおっちゃん、マジで、金かよ。ていうか、これ、ステップきつくない？金もこれ、一発じゃないでしょ、絶対。ちょっと、あんまりいっぱいあげると、なんか調子こくから、あんまあげたくねえわ。あ、これ、まだいけんのか。はは。もう、ゾンビの肉足りないよ、おっちゃん。うわ、金はもったいない。ちょっと待って、これもったいないぞ。お、え、これいらないじゃん、これは。これいらねえ。これ怖くてもう次のステップいけないよ。まあ、ただ、これってあれですよね。各村人で一回こうやって交換して次のステップ行けば、その村人ずっとそのまんまってことですよね。だから家の近くの村人だけでやりたいんですよね。もうどの村人かわかんないみたいになるの嫌なんで。あれ、このおっちゃん、あ、もうダメだ、もう交換できないよ。これダイヤのツルハシとか相当先だな。ちょっとそもそもエメラルドが足りてないもんね。ちょっと甘く見てたようだな。お、鉄でエメラルド。あ、ツルハシが来てんじゃん。耐久力についてる。これもらっておこっか、道具鍛冶。あれ、さっきのこれ鍛冶屋さんじゃない？ちょっと比べてみよっか。まさか鍛冶屋でも違うとかあったりすんの、これ。それでもう僕損してたらどうしよう。めちゃめちゃ嫌なんだけど、これで損してたら。はぁ、あ。はぁ、あ、混ぜて、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ。あれ、いない。あの道具鍛冶かな、さっきのやつ。多分家の近くには武器鍛冶と道具鍛冶一人ずつしかいないはずなんだけど。黒い人、黒い人。あ、はい。武器鍛冶。あ、やっぱステップ。あ、もしかしてあれ、あの、ふわふわって出た後に、ステップアップしてる感じですか？この人だよね、道具鍛冶。さっきこのシャベル1個あったっけ、これ。これもらっとこう、とりあえず効率強化のやつ。イエーイ。これでまたちょっと待てば、なんか喜ぶ感じ、これ。あ、喜んでる喜んでる。あ、こ
これでちょっと立ってから行くと、もう次のステップ出るとかだったらどうしよう。損してる、もしかして。来てる来てる来てる。ちょっと待って、これ何これ。これ詐欺じゃん、これ。え、これ黒い人詐欺師、これダイヤ3個でエメラルド。お、来た来た来たじゃん、来たじゃん。待って、絶対これ集めたい。待って、エメラルド14個、あと10個なんか簡単にくれる人いない？紙しかねえな、これ。紙集めてくるしかない。サトウキビで。やったー、これなんとかゲットしたいわ。そう、ここね、育てて。それで、あとね、動画外でここにね、はい、埋めました。これ、名前僕間違えてたんですけど、前回。これはですね、はい、ネザーウォートね。僕ずっとネザーウィートって言ってました。ネザーウォート畑作りましたね。この下、このちゃんとネザーの、なんだっけこれ。なんだっけこれ。すぐ名前忘れちゃうよ。これはですね、あ、ソウルサンドだ、ソウルサンド。ソウルサンドちゃんと敷き詰めてね、取ってきたやつを。で、これマックスに伸びると4個になるんだね、これ。だから3個を解くってことだね。で、今後ポーションに使いたいと思います。ただ、今はサトウキビを徹底的に取っていこうじゃないか。よし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 。てか、あれだね。村人増やせばダイヤのツルハシとダイヤの剣とかもらえるっていいっすよね。それもダイヤのツルハシの場合、3個ですからね、ダイヤ消費分。そう、それでさらにエンチャントされてるって結構いいよね。まさか村人がそんな役に立つなんて。鍛冶屋さん大事だね。黒い人やっぱいいんだ。それも農民と釣り人がすげえこの畑やってくれるから、いつもこうやって適当に取るだけで、あと任せてます。すごいいいね、これ。いや、にしても最初の取引なんか損してたんだろうな、多分。あれ、下手くそに僕やっちゃいましたよね。次のステップ、ちょっと待てばいけたかもしれないのにやっちゃった感じですかね、やっぱね。紙がな、紙が足りねえわ、全然足りねえわ。よっこいしょ。あー、でも、やっぱり結構サトウキビで一気に作れるね。なかったっけ、もうサトウキビ。あー、ないよねー。紙全部使っちゃった。あった、サトウキビ、やったぜ。ありがとう。ここにもね、作業台作ったんで、しょ。もうどんどん使っちゃうよ、こういう資源はね。白い人、白い人。まあ、とりあえず寝よっか、一回。いやー、でもダイヤのツルハシ嬉しいわ。そう、一個溶岩で燃えちゃったんで、また一個作っちゃったんですけど、で、今後も黒曜石掘ったり、するですしね。するですしね。ブーン、なんだ今のブーンサウンド。うぅ、貴様、えんな、パールをよこせ、テリア、テリア、テリア、石の剣で、テリア、よし、ノーダメージ。落ちないな。そういえば今これ経験値のところ33溜まってるから、エンチャントもできるね。いいエンチャントもね。さあ、よしよし、やっていこう。にしても25枚ってきついわ。ほら、あー、もう足りない。ただあと6個、エメラルド6個だ。早く育てー、サトウキビ欲しいなー、これ。あ、効率強化2、いいなー。武器鍛冶も今度やりたいね。放送外で武器鍛冶の方もやってって、これなんとかしてダイヤの剣取りたいですね。黒いおっちゃんはいいおっちゃんってことが分かりましたよ。これもうシャベルめっちゃもらっちゃったよ、これ。まあ、ただね、整地に使えるから使おうかな。ちょっと整地でもするか、時間あるし。そう、ここね、いつかこの土の塊全部溶かしてここ平地にしたいんですよね。ただ下に洞窟とかもあるから相当シャベルが必要なんですよ。まあ、サトウキビもあれ待つしかないな。さあ、ちょっと整地します、時間があるんで。うお、早い早い、ウィフィこのサクサクって音とね、リズム合わせていきたいんですよね。あー、こうやってると整地も楽しいぜ。本当に高低差激しいところに僕は、こう、家とかね、村を作ってしまったんですよね。もっとこう、めっちゃ平らなところにすればこんな整地とか必要なかったんですけどね。まあまあ、これも一つの試練ですな。シャベル何本いるんだろう、これ。あ、ぶっ壊れた。もう一本ぶっ壊れちゃった。まあ、せっかくもらったからね。そう、シャベルはね、使ってぶっ壊すためにあるんで、ぶっ壊していきましょう。もうなんかダイナマイトとかでこれ、土全部吹き飛ばしたいわ。多分掘れすぎちゃうんだけどね。
あ、でも広くなってきた、広くなってきた。うー、土土土。あ、サトウキビちょっと育ってる。さあ取りに行こう。さあちょっと育ったよ。それこれ我慢できないやつね。ちょっとしか育ってないんだけど取りきちゃうっていう。むしろもうこれ全部下から取っちゃいてーよ。我慢できないよ。早く欲しいんだよ。16個じゃ足りないわ。もうあれか、骨粉使うか。早速骨粉が分かんない。ここあった。さあ骨粉は効くのか。さあサトウキビに骨粉は通用するんでしょうか。僕の予想、通用する。いくぞ、せーの。なにー、あー雑草、通用しないんだこれ。そっか、小麦とかだけなのか。ちくしょう、これ待つしかねえや。あ、待てよ、そういえば紫のおっちゃんとあれだ、よく考えたらこのおっちゃんで、あれ、お、進化してる。まあいいや。お、あ、あ、エンダーアイと交換できるよ、これ8個で。へえ、これもいいよね。ただ、あ、釣り人だ、そうだ、間違えた。釣り人、君農民。どこだ、釣り人。あ、これだな、この人だ。おっちゃん、あ、釣り人、釣り人だったよ、これできんじゃん。あ、最初からこれでやればよかったわ。はぁ、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 いいね、いいね、いいね。はぁ、はぁ、え、全然できんじゃん、これ。最初からやればよかった。オッケー !15 個やったー、釣り人のおっちゃん、ありがとう。ちなみに釣り人だと、あ、魚と交換できるんだ。へえ、これで喜んで、喜ぶと、どうステップアップすんの。あ、ほんとだ、今度釣り人、釣り人じゃねえ、釣り竿になってる。まあそれはいいとして、いよいよ行かせていただきます。サトウキビを待ってた意味はなかった。忘れてたよ、釣り人がいることが。おっちゃん行くよ。あ、これ武器鍛冶、どこ行った。道具鍛冶のおっちゃん、2階だな、さては2階に逃げたな。羊の肉でも食べて。お、羊の肉も回復いいね、結構。よし、行こう。あ、どれだ、あれか、あれだ、このおっちゃんに違いねえ。痛い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 、行くぜ。うりゃ、来た、よし、行きます。おー、え、いいんですかこれ、すげえ。村人を舐めてました僕。行きます、せーの、それもこれ何回もできるんじゃん、これすげえ。はあ、おっちゃんありがとう、めっちゃいいもんくれたよ。すげえ、ダイヤのツルハチ、効率強化に、効率強化、効率強化、これってまさか次のステップないよね。でもね、調べた時確かあのツルハチが一番最後だったんで。うわ、嬉しいわ、やったー。いや、これは得した気分ですね。ちょっとね、途中ね、無駄な取引とかしちゃったかもしれませんが、大体掴めましたね、この取引については。今後もお得な取引していけるように頑張ります。本日もご視聴ありがとうございました。このヒカキンゲームズチャンネルをまだチャンネル登録お済みでないという方、ぜひぜひ登録お願いします。今スマートフォンからご覧の方は、この動画画面の下に見えるチャンネル登録ボタンを押すと登録できます。PC タブレットからご覧の方は、動画画面内のこちら側に見える登録ボタンを押すと登録できますので、ぜひぜひお願いします。そして、私ヒカキンのマイクラ実況の再生リストのリンクを概要欄に載せておきますので、パート1から見たい方はぜひ。最後に私ヒカキンの Twitter、LINE、Instagram、Vine、Facebook、ツイキャスなどのリンクも動画の概要欄に載せておきますので、よろしければフォローお待ちしております。バイ。